カープ、スキジャケチャンネル。こんばんは、松ヤンです。早速18日のカープ振り返りましょう。この試合ですが、残念ながら惜敗という結果に終わってます。まあちょっとね、打線が沈黙したというところで、床田投手、報われませんでした。はい、というわけでタイトルですが、中5日のネットもということで、中5日、床田投手頑張ったんですけどね、報われませんでした。はい、内容としては、序盤のあのピッチングが試合を決めたんじゃないかなというところと、あと打線が沈黙で今季8度目の完封負けとなってしまいました。床田投手は中5日で8回3失点と好投しましたが、報われずというところで、データをまとめてみました。そして最後にね、本日嬉しいニュースと心配なニュースがあるので、ちょっとそこを取り上げていこうと思います。はい、このチャンネルではカープの試合結果ポイントまとめや選手紹介、観戦配信ライブを随時配信していますので、カープファンの方はぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは確認していきましょう。スコアは3対0で残念ながら阪神に完封負けとなっています。ちょっとね、今日は打線がウィルカーソン攻略できなかったかなというところですね。はい、というわけで、まあ得点はなかったです。でターニングポイントですが、2個目の攻防を挙げています。まずね、床田投手のピッチングとその裏の攻撃ですね。まず床田投手、2回の表、先頭の4番佐藤輝明選手と5番の大山選手、2者連続で3球三振に打ち取りました。素晴らしいですね。ストレートとツーシームだけで、2人とも3球三振という素晴らしいピッチングだったんですが、なんと6番の北條選手にね、突然ストライクが入らなくなって、ストレートのフォアボール出してしまいました。ちょっとそこからね、横川選手にもヒット浴びて、でさらに上野選手にライト前にタイムリー浴びるということでね、2アウトからの先制点を許すという形で、非常にね、もったいない失点だったかなと思います。このね、3球三振、すごくいい球だっただけに、まあ、ちょっとね、このストレートのフォアボールがね、やっぱりもったいなかったですね。はい、ちょっとまあもちろん油断とかなかったと思うんですけど、まあ、ちょっと残念ながらフォアボール出してしまうという結果だったので、もかなりもったいなかった、悔やまれる、対戦だったかなと思います。でそのね、裏の攻撃ではね、ノーアウトから1塁2塁のチャンス作ったんですけど、残念ながら7番と8番が連続で凡退してしまうということで、まあ、9番のね、床田投手も凡退して無得点に終わってしまいました。まあ結果論なんですけどね、小園選手、7番のね、小園選手の打席で、まあ進塁打とか何かが起きていればとは思うんですけど、まあ小園選手もね、高めに浮いてきたチェンジアップをしっかり打って、まあセンターフライというところで、狙いはね、良いですし、まあ本当結果論ですので、全然そこでね、バントとかしたり、当てるだけのバッティングされる方がちょっとね、個人的には嫌なので、まあああいう甘い球来たら積極的に振るっていうね、まあ、結果は今日はね、伴わなかったんですけど、そういったね、アプローチは良かったかなと思うので、まあ残念ながらね、今日は得点なかったんですけど、まあこういった積極性っていうのはまあ大事にしつつ、頑張ってほしいなと思います。ポイントまとめです。この試合ね、やっぱり打線ですね。打線が沈黙して今季8回目の完封負けで、床田投手援護できませんでした。2回と5回、6回、8回はね、先頭バッター失礼したんですけど、得点につながらなかったということで、まあ、2回はね、先ほどのターニングポイントでも言った通り、残念ながら、7番、8番が、繋がらなかったというところなんですけど、まあ、5回ですね、5回も床田投手ノーアウトが1塁でバント失敗してゲッツになってしまったのもね、ちょっとそれもね、痛かったですね。バント成功してチャンスで上位迎えたかったんですけど、まあ、ここで2アウトランナーなしで1番に回るというところだったのでね、ちょっとこれはね、もったいなかったですね。で今日はね、1番野間選手と3番の秋山選手と4番のね、マクブルーム選手がノーヒットだったということで、まあちょっとね、この中軸と1番バッターがヒット出なかったので、打線もうまくつながることができなかったんじゃないかなと思います。まあでもね、こういう日もあるということでね、本当143試合あったら、こういう風にうまくつながらない、中軸が打てないという試合もね、何試合かは絶対あるので、もう今日はね、割り切って切り替えて次の試合行くしかないんじゃないかなと思います。もう相手のね、ウィルカーソン投手が素晴らしかったと、あと阪神の中継ぎ投手が非常に安定してたというだけの試合なので、もうしっかりね、切り替えてまた明日頑張ってほしいと思います。で好調だった選手ですが、まあ、長野選手ですね。長野選手、ヒット1本と、まあ、いい当たりのレフトフライで好調キープかというところで、まあ、ヒットもスライダーを打ってのレフト前ヒット。で、このレフトフライ、レフトライナーですかね、もうカーブ捉えていい打球だったんですけどね、まあ、いい感じで今対応できてるんじゃないかなと思います。逆にね、ちょっとね、速い球にね、差し込まれたりするっていう場面があるので、まあ、そこは不安ではあるんですけど、こういう変化球でうまく対応できるというところがあるので、まあ、若干ね、めちゃくちゃ速いまっすぐには不安あっても変化球投げるのでね、ピッチャー。そこは問題ないかなと思うんで、しばらく好調維持してくれるんじゃないかなと思ってます。そして、秋山選手ですが、秋山選手もね、ノーヒットではあったんですけど、まあ、一本ね、いい当たりのライトフライを打つということで、まあ、これもね、高くいったチェンジアップですかね、いい角度で上がって、強烈なライトフライだったので、まあ、状態はね、やっぱり上がってきてるなと思いますし、もっとね、状態良かったら、もしかしたらね、ホームラン持っていくことができたんじゃないかなと思うので、まあ、今後、まだまだ期待したいと思います。で、今日はね、菊池選手がね、今日ウィルカーソン投手に会っていましたね。ヒット2本打っていたということで、
まあ、2番の菊池選手が1人、ね、頑張っていたんですけど、まあ、ちょっとねその前後のバッターがヒット出なかったので得点つながることができなかったかなというところです。で松山選手の状態が良さそうということで代打でセンター前ヒットを湯浅投手から放ったということで、松山選手ね本当最近代打でいい当たりも多いですし、本当に状態は戻ってきてるなと思うので、この状態で、ね、キープして代打の切り札として頑張ってほしいなと思います。床田投手の投手データまとめです。今日はまっすぐ143キロ、マックスは149キロでした。前回の13日の横浜戦、8回投げて被安打7、失点1の試合はストレート、ツーシームスライダーを中心に投げるという試合でした。で、今日組み立てみますと、ストレートとツーシームの割合を増やして、スライダーの割合若干減らしていると。で、パーム増やしたということになってます。それぞれの球種見ますと、今日はね、ストレート、ツーシーム、2つとも良かったんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとストレートはね、北條選手のストレートのフォアボールとか、制球に困る場面もあったんですけど、よくゴロフライでボンダ打ち取ることができていたかなと思います。でツーシームもね空振り奪えてゴロ打たせるというところでいいボールになっていたかなと思います。まあ、ただねちょっとツーシームヒットにされるというところもあったので、まあ、そこがねちょっともったいなかったかというか、まあ、相手の阪神打線が一つ上手だったかなと思います。でパームでも空振りがよく取れていたので、ここもいいボールになっていたんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、まとめますと、今日はね、ツーシームが良くて、まあ、空振り三振奪ったり、ゴロを打たせるというね、勝負球になっていたかなと思います。まあ、ただね、6回のね、北條選手のタイムリー、あれツーシーム打ったんですけど、低めの、あれね、うまく打たれたというところで、まあ、仕方ないですね。まあ、相手の阪神打線が本当ツーシームうまく狙っていたんじゃないかなというところを感じました。で、ストレートもね、今日走ってるように見えてね、その2回の3者連続三振、3球三振の2者連続ですけど、そこもねストレートとツーシームだけで抑えていたので非常に良かったかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとね時折高めに甘く入ったりしたというところを中野選手とか横川選手にヒットにされていたので、まあ、そこがもったいなかったかなとは思います。でパームも効果的で、前回の横浜戦に続いて緩急をつけることができるボールになっていました。でやっぱりねターニングポイントでも言った通り、2回の北條選手へのストレートのフォアボールがね悔やまれますね。はい、まあ、とはいってもね中5日で8回3失点はね本当十分満点以上の成績だと思います。本当今日がね前半戦ラストの登板なんですけど、前半戦はね本当よくやってくれました。チームのね柱としてよく投げてくれたかなと思うので、まあ、オールスターにも選ばれているので、オールスターでの登板、そしてオールスター明けの登板にも期待して、また後半戦もチーム引っ張ってほしいなと思います。本当に前半戦お疲れ様でした。はい、で最後ね本日のニュースということで、まずね一つ嬉しいニュースですが、西川選手がオールスター明けの8月上旬をめどに復帰予定かというところで、これまでね怪我での離脱以降全くね情報なかった西川選手に関する報道が出まして、浅山コーチ曰くオールスター明けのね、後半戦以降の8月上旬をめどに復帰目指しているみたいなことを言っていたので、まあ、結構ね意外と直近での復帰になるんじゃないかなと思います。もうこのままね音沙汰がないのでシーズン終わっちゃうのかなと思ってたんですけど、しっかり復帰できるということで、安心しましたし、秋山選手加入してから西川選手がね同じ打線に入るとなると、この秋山選手、西川選手、マクブルーム選手と坂倉選手といったねすごいいいバッターを中心とした打線が組めるということなので、ね、非常に楽しみですね。もっともっと面白い打線になるかなと思うので、早くこのね完成形の打線をね見たいなと思ってます。で一方でちょっと心配なニュースということで、ターリ投手が新型コロナウイルスの感染が判明したということで、これでねちょっと2軍の選手スタッフと1軍の選手スタッフ合わせてチームで40人の感染者になったということになりました。で個人的に言うとね、ターリ投手はね非常に調子上げてきて、まあ、変化球の精度も上がって、ここ最近はね勝ちパターン入りもしていたというところだったので非常に残念ですね。感染しちゃったらねちょっとね練習もできないという状況になってしまうので、ちょっと状態が落ちないか心配です。で2軍は今活動停止中で練習を全くしていない状況なので、2軍からもね中継ぎ選手の補充も不可能というふうに笹岡監督も言っていましたので、ちょっとね中継ぎも苦しい台所事情になるんじゃないかなと思います。まあ、何はともあれね、まあ、選手の無事と、まあ、これ以上ね感染が広がらないということをね祈るのみですね。もう本当にいくら対策していようがね、ちょっと感染しちゃうっていう状況になっちゃってるので、まあ、本当今ひとまず試合が見れるだけで感謝かなというところではありますので、まずは全選手がねしっかりと治してまた復帰してくれるということをね待ち望みたいと思います。カープの次の試合です。カープは19日阪神戦マツダスタジアムであります。予告先発はアンダーソン投手と西投手となってます。注目ポイントですが、9連戦
勝って終えることができるかということで、夏場の9連戦も最後の試合となります。で、相手投手、今季5試合目の対戦となる西投手です。これまではね、苦手としていましたが、今年は2勝1敗と勝ち越しているので、苦手意識もそこまでないかなと思います。そしてカープの先発、アンダーソン投手ですが、前回の阪神戦で8回無失点と素晴らしいピッチングを見せてくれましたので、また今回も期待したいなと思います。そして、秋山選手ですが、西投手に好相性ということで、通算対戦打率がなんと4割7分5厘もあるということなので、ね、非常に期待できるかなと思います。かつて秋山選手はライオンズで、西投手はオリックスに所属してパリーグでもね対戦していたということになるので、まあ、ここのね非常に期待できるんじゃないかなと思うので、明日はね西投手しっかり打ち崩して、最後勝って終えてほしいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。カープ明日勝って9連戦勝って締めくくってもらいたいと思います。このチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。それではカープの勝利によりまして、ガツガツガツ、カープ頑張れ。